どうもゆっくりしていってね。今回は罠を仕掛けるための必要な道具の紹介です。これといって高価なものはないのですがね。バッグはショルダーバッグ型を使っております。開口部が広く色々入れておけるのがいい。価格的にも安く買い替えやすいのもいいですね。で、一番上に見えているのが釣り用の水汲みバケツです。このバケツが柔らかくかさばらない。しかも価格が200円でした。汎用品で消耗品を揃えた方が、お金がかかりませんよね。続きまして、ハンマーです。見つけやすいようにピンク色のリボンを結んでます。大きめを選んでおいた方が色々使い回しができます。続きまして、これも安かったスコップ。リボンはほとんどの道具に結んでいます。目立つ色でないとすぐに奉納してしまいます。このスコップは120円ぐらいでした。お次は、アンビル式の剪定バサミです。これは絶対に買っておいた方がいいです。切れ味にびっくりします。必要握力も3分の1らしいです。続きまして、また剪定バサミです。これは土の中の木の根などを切るようです。粗く使ってもいいように500円程度のものですね。次はノコギリです。剪定バサミで切れないものはこれで切ってしまいます。土の中でも使ったりするので買い替えやすいように、極力安価なものを選んでいます。これはワイヤーカッターですね。これは大体1500円ほどで買えるかと思います。何かと便利なペンチです。これは200円で買ってきました。そして一番の大物の山芋掘りです。私の住んでいる地域では金器と言いますね。改造して刃の部分を短くしています。アクライになるので意外と高かったりしますが、ホームセンターでも近いものが売っているので、そちらがいいかも。これはオリジナルで作った検査棒です。地面に刺して下に石や木の根がないか確認するときに使うやつです。木材を適当に切り、そこに金の棒を差し込んだだけの簡単なものです。これがあるだけで罠が仕掛けられるかがわかるので、大変重宝します。あとはピンクのテープに、針金を少々使うぐらいですね。仕掛けるために道具はこの程度あれば、仕掛けられると思います。では今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。また見てね。